どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のルナです。というわけでね、今日はねルナと一緒に何をやっていくかっていうと、子犬をねお家に迎えてからどうしていったらいいかなっていう部分をちょっとお話していこうと思うんですけど、本当はね子犬っていうと一番ね家の中で話してっていうと、まず大体問題出てくるのが、トイレ、もう一つがこういうとこから出してって吠えたりするようなそういう要求吠え、そして、まあ、お散歩にね行くのにも首輪に慣れてないとか、まあ、お散歩嫌がりますとかっていうことが結構多いのかなと思うので、まあ、そのお散歩もね例えばね、ワクチン接種が終わるまでできないのでどうしたらいいのかなって話をちょっとしていこうと思うんですけど、まずねトイレについて、トイレについてなんですけど、トイレについては、以前にね、すごく分かりやすい動画をね出させていただいております。自分に言うなよってやつなんですけどね、はい。なのでトイレはね、今回1回お話がちょっと長くなっちゃって1回飛ばして、まずね、このお散歩もねちょっと話していきたいと思います。でお散歩もね引っ張るワンちゃんのとかっていう話は結構してるんですけど、子犬のねお散歩の練習の話ってしたことがないので、まずそこから入っていきたいと思います。でまずね今リードついてると思うんですけども、お散歩ってねいつからできるのっていうとね、お家に来てからね、全部混合ワクチンがちゃんと終わって狂犬病まで終わってからっていうと、まあ大体ワンちゃんがね早い子で4ヶ月、まあもしくは5ヶ月とかあたりがお散歩のデビューの最初になるんですよね。でも実際はお散歩も、練習抜きでいきなりお散歩を実践本番でバーンっていったら大体怖がっていけない子が非常に多い。でどうしたらいいかっていうとね、お散歩ごっこから入るんですよね。さあお散歩ごっことは何ぞやって話なんですけど、まずね家の中でねリードをつけてワンちゃんと一緒にお散歩の練習で家の中一緒に連れて歩きます。どこでも、ついて歩くように。で家の中だったらリードを気にしないでいられるように教えてあげてください。でどんな風に教えていくかっていうと、家の中でねリードつけて歩くときにリードをもしね気にして噛んだりとか首輪を噛んだりとか嫌がったりするような行動が出るときには、まだね本当に3ヶ月とか4ヶ月とか若いワンちゃんであればね、脚側行進って言って隣につけて歩く練習の話なんですけども、まあ、その中の練習でもやってるんですけどね、隣に近くにいたらおやつあげながらどんどん一緒に歩いていってあげると、まあ、ワンちゃん自身もね、気にしなくなってくると思うので、ぜひね、そういう練習をしていきながら、で、お家の中で使う時のリードと首輪なんですけど、正直に言うとね、100均で十分です。ね、なんでかっていうと、散歩だったらちょっと外で100均のって、まあ、100均のものが悪いわけじゃないですけど、外で使うのはちょっと怖いんですけど、家の中で使うんだったら本当に十分、切れてもね首輪が抜けちゃったりしても家の中にはいるので、外に出て逃げちゃうっていうことがないので、家の中の練習は本当にそれでいいと思います。じゃないと子犬の時期っていうのは気にしてリードも噛んだりするので、ね、3000も4000もするようなリードをね、カチッてね、噛み切られちゃった時にはこれ本当にショックだと思うんですよ、ね、本当にショックなんで、もう100均で十分です、家の中で練習するときに。ね、なので、ぜひね、お家の中でも首輪もしくはハーネスで、ハーネスの場合はね、つけっぱなしにすると、かじって切っちゃったりっていうのが出てくるので、目を離すときにはね、必ずハーネスの場合は外すようにしてください。ね、首輪もお家の中だったらつけっぱなしで、まあ、ほぼほぼいいと思います。はい、次ですね、中で入れたときに、今、うちでも言われるのが、ワンちゃん、狭いところに入るの嫌いなんです。ね、だから吠えちゃいます、出してって言います。実際はねワンちゃんは狭いところが嫌いなわけではないんです。じゃあ何が嫌いなのかって言ったら、この子たちはね暇にしてることが非常に嫌い、ね、でこの子は今ハウスの中に、ね、入ったりとか出たりしてるんですけど、この子はねクレートハウスの中がねあんまりね、嫌いじゃない、ケージ自体がねイメージが非常に良いということですね。でどうしたら、ケージの中のイメージが良くなるのかっていうと、今後ね今後を与えていきますって話をするんですけども、今後の作り方もね、動画で出してますので、よかったらねそちらを見てください。でワンちゃんにね、食事朝昼晩でね皆さんあげてたりすると思います。大体の方がね、まあ成犬になっちゃえば、朝晩の2回になるんですけど、基本的にね子犬の時は朝昼晩っていう3回のリズムでやってる人がほとんど多いのかな、ね。でこの子の、ね場合でも一緒で、もちろん、ね、初めてワンちゃんお家に来たら朝昼晩って3回あげるから、じゃあ今後は朝昼晩の3回ねっていうわけじゃないんですよ、ね、今後はなるべく回数を多く与えてってあげて、これにきちんと集中して遊ぶようにしてってあげて、だからもう暇にしてるなと思ったら今後与える、ね、吠えちゃってからあげるんじゃなくて、もちろん、ね、暇にしてるなと思ったところに今後を入れてやらせてあげる。で今後も、ね、上手にできるようになってきたら、どんどんね
意地悪してやってっちゃっても構いません。長い時間かけてできるように教えていってやってってあげてください、ね、そうするとこうやって抱えて食べるようになりますね。抱えて食べるようになって、でこれがね、お皿であげる食事と別であげたりすると、もちろんねお皿で一回食事をもらってお腹いっぱいになってるので、今後はあんまりやらなくなってくると、甘噛みが強く出たりとか、要求吠えまで中に今後入れてるのにいらないって言って吠えるっていう状態が出てくるので、ぜひね、きちんとした運動をとってってあげながら、同時にね食事はお皿であげるのをやめて全部今後に切り替えていくようにして、一日のねご飯の量をこのぐらいあげてくださいっていう目安のものを、全てワンちゃんにね、1日であげればそれは問題ないので、何もね3回に絶対分けなきゃ2回に分けなきゃっていうことじゃなくて、1日で必要な栄養の分が取れてればそれで十分です。なので、ぜひね、これでやってほしいなって思うのと、あとはね、よいしょおいで、今後を使うことによって、そうやってはいよしよしね、今後を使うことによってブラッシングもね楽しくやることができますね。ブラッシングかけるの嫌がっちゃう子には、子犬の時から昆布を与えてきながらブラッシングをしていくようにしていくね。ハウス、はいね。であとは、昆布をね定期的に与えてあげるっていうのも非常に大事なんですけど、1個で昆布あげちゃうとすぐ終わっちゃうっていう時には、大きさや形の違うものを2個3個って与えてあげることももちろん有効ですね。そうするとワンちゃんは1個終わったらまた次のってやっていきながら、長い時間を潰すことができます、ね、なので、ぜひね子犬の時に、お家に来た時には、ね、いたずらをしちゃってからっていうことじゃなくて、もちろんねいたずらをしないようにしていくために、まず一番大事なのはストレスの発散、遊んであげる、ボール遊びするのももちろんいいと思いますし、お家の中でお散歩ごっこしながらいろんなところを歩いてやってってあげて、ワンちゃんが疲れて満たされたところに昆布を与えていきながら、まあ、要求声外に出せ暇だっていう吠え方をやめさせていくっていうことももちろんすごく大事だと思います。で、まあ成犬でね大きくなったワンちゃんにはきちんと叱るとかダメって教え方も必要なんですけど、まあ叱り方っていうか、そういうねワンちゃんに効率のいい止め方伝え方っていう動画も出してるので、もしね、どうやって止めるのってことが気になる方は見ていただけると一番いいと思うんですけど、子犬の頃はね、一番が、叱ったりしてもねちょっとねなんだろう、まだ子供だからね理解力がちょっと低いんですよね。どうしても本能的な行動が多いから、怒られても怒られても同じミスを繰り返すことが非常に多くて、で子供をねおとなしくさせるのには、まあ、子犬のワンちゃんも一緒ですけど運動が一番ですね。必ずしっかりとした運動をとってってあげて、その運動がお散歩ごっこでもいいし、ね、ボール好きならボールで遊んであげてもいいし、きちんと運動を取らせてから必ず昆布で、昆布は食事の意味合いだけじゃなくて、もちろん今みたいにねブラッシングしたりとか足を拭いたりとか、ハウスって言って中に入れてもいいし、外に出してあげた時に昆布を与えてあげると外でおとなしくする練習にもなっていきます、ね、なのであらゆる場面で使えるようになってくると思いますので、まあ、今回はね大きく分けるとこの2つをねちょっと大事にやっていただこうかなと、ね、で、まあ、今回ね一番最後お話ちょっとまとめちゃいたいと思います。まずね、ワンちゃんの、リードですね。リード、お家の中でもお散歩ごっこはやっていくっていうことですね。で高いリードとか首輪を買うと、まあ、噛み切られたりねいたずらされちゃうと、まあ、もちろんね、ショックなことになっちゃうと思いますので、大きくなってからねしっかりとした首輪とリードを買ってあげて、そこからねお散歩スタートっていう流れで、それまではね100均で十分なので、ただお家の中でもつけて、まあ、そういう練習をしていくっていうことと、あとね、もう一つが、サークルの中でのね吠えたりするっていうことは、もちろんねワンちゃんが暇だから吠えてるっていうことが主にで、運動をきちんとしてってあげた他に、今後もちろんお家の中でやることを作ってってあげる。もちろんね何も今後が全てじゃなくて、ガムだったりとか、あとはねちょっと硬いチーズだったりとか、今ねそういうものも売ってますので、鹿の角とかでもねもちろん構いはしないんですけど、ただあんまりね子犬の時に与えると硬いものをね結構ムキになって本気で噛んじゃう子の場合は、もしかすると硬すぎるものは向かないかもしれません。そこの意味合いも入れると、個人的には、まあ、食事の意味合いもあってきちんとやってくれて、適度な硬さのあるものが昆布っていうお話になってきますね。はい、というわけで昆布を与えてあげるとね、甘噛みも抑えられますね。で甘噛みとかいたずらも減ってくると非常に飼いやすくなってくるのと、あとね、トイレもねきちんと教えた方がいいと思います。若いうちにちゃんと教えないと、大きくなってから教え直すっていうのは難しいので、ぜひねそのトイレの方も動画で出してますので、そっちの方も見てもらいながら、子犬の時にね最初の1年間しっかりやってあげて
あげて、ちゃんと全部教えてあげちゃうと、あとの十何年っていうね、一緒に暮らしていく時間が非常に楽になりますね。お家に迎えてから何か困ったことがあったらトレーナーさんにお願いしようかな、直そうかなっていうことじゃなくて、問題が起きないようにしていくことが一番大事です。起きてから直すよりも起きない方がもちろんね、そこをしっかりやっていけた方が教える方もね非常に楽なので、ぜひね皆さんもワンちゃんお家に迎えた際には、問題が起きてからじゃないですよ、もう来たらその日からやらなきゃいけないことがたくさんありますね。ぜひそこからね一緒に頑張って始めてみてはいかがでしょうか。夢中だねちょっと食べるの。ルンナ、ルンナ終わっちゃうよ。いいの、はい。